ウィラード・キャロル・スミス・ジュニアは、アメリカ合衆国の俳優、映画プロデューサー、ラッパー。ラッパーとしては、ザ・フレッシュ・プリンスを名乗っていた。ジャンルを問わず出演作が、メガヒットを放つ、アメリカを代表する、ドルバコ俳優の一人である。身長188センチメートル。1968年9月25日に、 ペンシルベニア州フィラデルフィアにて、4人兄弟の長男として生まれる。12歳の頃からパーティーでラップを披露し、才能を発揮した。その後、友人とヒップホップグループ、DJ ジャジー・ジェフザ・フレッシュ・プリンスを結成。MIT の入学資格を得るもレコードデビューを選んだと噂されているが、スミスが MIT に応募した事実はないとのことである。 1987年にアルバム、ロック・ザ・ハウスでデビュー。翌年には、シングル、ペアレンツ・ジャスト・ドン・とアンダース・タンドが大ヒット。グラミー賞最優秀パフォーマンス賞を受賞。1993年1997年、自身が主演も務める映画、メイン・イン・ブラックの主題歌である、メイン・イン・ブラックを制作することで、 DJ ジャジージェフザフレッシュプリンスを再結成し、キャリアに復帰。サウンドトラックは全米1位を記録し、300万枚のセールスを上げた。日本国内で深夜に放送されていた音楽番組、B とい UK でも UK シングルチャートでナンバーワンを獲得。また11月には、ソロアルバムをリリースし、大ヒットした。 1998年と1999年に2年連続のグラミー賞を受賞する。また、映画主題歌、ワイルド・ワイルド・ウエストをチャートのトップに送り込んだ。その後、同曲も収録された、セカンドソロアルバム、ワレニウム・オリー・ディース。2002年には、アルバム、ボーン・ツー・レインを、2005年アルバム、ロスト・ファウンドをリリースし、いずれもヒットした。 1999年1990年にテレビ界にも進出、シットコム、ベルエアのフレッシュプリンスで人気を博す。このシリーズは6年間続いた。その後も、スミスの勢いは止まらず、1992年にハートブレイクタウンで映画にもデビューした。その後、1995年公開のバッドボーイズや1996年公開の 主演作、インデペンデンスデーが大ヒットした。2001年に公開されたアメリカ映画、アリアリでは、伝説のプロボクサーであるモハメド・アリアクを演じ、その演技力が高い評価を受け、同作で第74回アカデミー賞、主演男優賞に、ノミネートされた。この作品以降、高い演技力を持つ、性格俳優として、シリアスな作品に出演することが多くなった。 その後、2006年に公開されたアメリカ映画、幸せの力で、息子のジェイデンと親子共演を果たし、その演技が高い評価を受けて、同作で、自身2度目となる第79回アカデミー賞、主演団優勝に、ノミネートされた。収入、ドルバコスター2011年2001年5月。 メンインブラック2に2000万ドルの出演料と映画の総売上げの何かが支払われるという出演契約をした。2008年7月、経済誌、フォーブスがハリウッドで最も稼いでいる男優のランキングを発表し、1年間に稼いだ出演料が推定8000万ドルで1位にランクインした。2009年6月の最も稼いだ男優のランキングでは、 4500万ドルを火星で3位にランクインし、2011年8月の最も火星だハリウッド俳優のランキングでは、推定3600万ドルを火星で4位にランクインした。アメリカの出版社の調べによると、2008年の最も火星だ俳優番付の1位になり、自身の主演作がメイン,インブラックにから、 ハンコックまで8作連続で全米初登場1位、工業収入1億ドル超えを記録した。2018年、サッカー、日本代表の本田圭介らと共同で、ドリーマーズファンドを設立。このファンドには、野村証券などの企業も出資している。2009年1992年に結婚した、シェリー・スミスとの間に、息子のトレイがいるが、 1995年に離婚。1997年に女優のジェイダ・ピンケット・スミスと再婚している。2006年に公開された映画《幸せの力》で息子のジェイデンと2007年に《アイアムレジェンド》で娘のウィローと親子共演を果たしている。複数回の来日経験があり、この際日本語版の吹き替え声優を務めている。 山寺光一と二度の対面を果たしている。トム・クルーズ、ケーテホームズ夫妻と親しくしており、一部メディアからは、宗教団体サイエントロジーに入信したと言われて、いたが、自分は、バプテストの祖母に育てられたからとこれを否定している。2016年、コミコンインターナショナルにて2018フィファ、ワールドカップにてなど、ありがとうございます。